こんばんは、横浜力です。今日は7月の2日でございました。第一ステージ、ズッキーさん。半年ぶりなんですね。どうもありがとうございます。復活おめでとうございます。第二ステージ、菊池工務店さん。今日はフォークソングをがっちりとこだわりを持って演奏してもらいました。聞きやすかったです。どうもありがとうございます。それでガツンと来たのが昭和さん。どうもありがとうございます。山形からわざわざ来てもらいました。今回2回目だったんですけど、ご存知の通り、庄屋のコピーバンドでございましてですね、女性ボーカルでなかなかかっこいいステージをガツガツやってもらいました。ありがとうございました、昭和さん。菊池工務店さんもどうもありがとうございました。第3位はズッ、第1位ズッキーさん、半年ぶりありがとうございました。さて来週です。来週はね、ここでチキボーイズさん赤で書いてあります。第2が純平さん、第3がリンゼンとその仲間たちということで、リンゼンさんも久しぶりですね。どんな感じなんだろう。チキン、これからチキンボールさんの純平さんのリンゼンさんとその仲間たちということで、また遊びに来てください。松浦ですが、来週はお休みをいただいておりますので、私に会いたい方いらっしゃいましたら残念ながらお会いできません。でもライブには来てもお願いします。ということで、ライブが終わりましてですね、こんな感じで独特のタイム、まかないタイムでございまして、楽しいですね。これからね、みんな食べるということで、どうもありがとうございました。今日は ありがとうございました。昭和のボーカリストのお名前なっておっしゃいましたけど、ふみです。ふみさん、はい、どうも。今日山形からね。はい、そうです。米沢です。米沢でしたっけ。はい、あ、どうも、はい、よろしくお願いします。どうもご苦労さまでした。でもうるさくてすいません。とんでもない、とんでもない。うるさくてすいません。ギターの苦労した。ありがとうございました。どうぞまたよろしくお願いいたします。こちらこそ。ズキさんどうも。ありがとうございました。半年ぶりだよね。ズキさん。半年ぶりで。ありがとうございます。本当に。久しぶりにやりました。久しぶりにやりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さて、菊池さんどうもありがとうございました。あ、ありがとうございました。どうも。今日は奥さんにラブソングを。いや、ね、照れるな。奥さんも照れてました。そんな感じで、ライブの後はですね、分けてやってるわけでございます。ぜひ、あ、藤田さんの今日どうも。PA ご苦労様でした。ご苦労様でした。またよろしくお願いします。ということで、こっちはですね、うちの新入社員なんですね。佐藤なんだっけ、ヒーユーだ。難しい読み方のヒーユー。毎週来てもらってます。どうもありがとう。はい、ありがとうございます。また来週も仕事頑張ろう。頑張りましょう。えい。はい、佐藤。えい、おうだよね、普通ね。じゃあ、そういうことで皆さん、おやすみなさーい。おやすみなさーい。